はい、どうも、皆さん、こんばんは、ゆきあみです。今日は7月23日土曜日夕方、イナッチさんのライブ配信昼部、最終戦じゃないけど、まあ、そのちょっと手前の総当戦、交流戦でございます。ただ、名だたるメンバーが 敵にも味方にもいるような状況で、戦役となります。もう正直私もこのメンバーだと、さすがに4落ち5落ちはもう覚悟の上です。じゃあ行きます。あー、緊張してきた。おー、危ない危ない。まずは開幕、気をつけていきたい。メンバーがみんなやばいので、慎重に慎重に。まずは、この辺でゴチゴチしながら、接近して一気に仕掛ける。よし、まず1発目、2発目、よし、オッケー、ナイスだ。あ、バズーカ届かない。じゃあ、ここ、当たらない。まずいって、ダウン奪うどころか、逆にダウン奪われてしまう。あー、忙しいぞ、これは。どこから狙う？ゼータからか、ギリギリで。区切り離していけるか。いやー、ミスったー 一瞬切れる方が先だったか、無敵時間が。どうなら、はい、桜、当たってないね。そこならバズーカ入ったー。ちょっとミスったなー、これ。さあ、参ったぞー。タンクもあんまり効きそうじゃない相手ばっかりだからね。どうしようか、ここを狙っていくか。よし、この距離なら当たってくれたけど、でも回復。さあ、勝負だ。当たるかな。当たんねえ。ちょっと当たんないんだけど。当たらない。ギリギリで当たらない。あ、ダメ。本当にダメだ、これ。あ、ダメ。当たんない。これダメ。相手じゃダメ。当たんなかったわ。お互いダメージ受けないんじゃダメだ。あ、玉切れ。今のうちに、あっち相手しよう。さあ、早く行くぜ。さあ、確保しろよ。当たんないよ。あ、ミスった。はーい。あー、参ったぞ、参ったぞ。どこを攻撃する？あー、ここはダウンされてるね。よし、じゃあ、こっちだ。よし、いいね。わずか当たんないんだね。じゃあ、今度はこっちだ。大差を見まして。あー、今、でも狙われてる。うえー。無理、無理、無理、無理。こんなに一度に狙われたら、ちょっとかわしきれないよ。あー、忙しい戦場だな。これ、どうしたものかな。あ、回復した。ちゃんと ここで回復はちょっと嫌だな。本当にダウンしろ。よし、OK。 あー、ガトリングかわせなかった。いやー、きついなこれ。やばい、負けるんじゃないか。ちょっと負けてるね。まずいぞ、まずいぞ。誰を攻撃する？ここだ。あっしゃ、落ちた。よし、ダウン奪った。 OK。 さあ、このタンクで逃げ場をなくして、よし、落とせ。ナイス。覚悟。よし、OK。 次回復して、味方の回復は大事。いくぜ。今のうちにダウンを、とりあえずダウンを奪っておいて。おお、危ない危ない危ない。当たんねえ。待って待って、あんまり深追いすぎると他の、お、危ない危ない危ない。 他の人からの攻撃も矢のように飛んでくるので気をつけないと。あ、ガードしてるし。そう、なかなか。よし、ナイス。さあ、次は。さあ、誰が来るかな。こっちだな。よし、行こう。チャンス。よし、バズーカ、オッケー、当たった。さあ、次はユニコーン。いやー、誰行く。あー、悩むぞ。分かんない。とりあえず覚悟。よし、ピンク大佐はあれでもうしばらくは起き上がれない。危ない。うー、危ねえ。よし、落ちてました。よし、よし。あいてててててて。ありがとう、回復が来た。助かった。よーし、行くぜ。ピンク師何時の恐ろしさ味わわせてやる。危ねえ。さすがに1対1だったら勝負がつかないな。ダメダメ、他のやつを狙おう。あー、間違えた、間違えた。アクトス相手も間違えた。誰を狙う。もう忙しいな。ちょっと待って、当たんない。あー、しゃしゃしゃ。でもナイスナイス。よーし、いいよいいよ。しっかり当てていこう。あ、この鍵に隠れて。あ、このなんちゃらチャンスですよ。よし、オッケー。さあ、ダウン奪っときたいね。よし、バッチリ。当たらないね。参ったな。これちょっと当てきれないわ。あ、ダメだ。あの2人のゼータはちょっと強いので、ちょっと距離を取って戦おうかな。
当ててやる。あいったー、当てるどころか私がやられた。マジか、あれ当たんのか。ちょっと変わってたと思ったんだけどな。よし、バッチリ。あー届かない。でもちょっと回復するか。よし、これでみんな味方も全回復だ。頑張れ味方、私もやるぞ。こっちを狙う、バズーカー。よし、バッチリだ。さあ、あっちの支援機潰しに行ってるね。よしよし、大丈夫だ。よし、あとは、よし、支援機も潰れた。これでよし、オッケー、勝った。よっしゃー、よくやった。このメンバー本当に強いからな。敵も味方もすごいメンバーだったと思う。いやー、勝ててよかったです。いや、交流戦やっぱり楽しいですね。あー、まあ勝てて本当によかった。私もだいぶ落とされたかな。まあ多分撃破もそれほどできなかったね。足止めのバズーカをかなり叩き込んだのだけは覚えてるけど、はい、今回は、3の3、10アシストでございます。あ、よかった。いや、強い、やっぱり強い。すごいメンバーだった。いやー、手が震えたわ。さすがに久々にこれほど楽しい一戦はなかったと思いますね、最近。成績はそんなに振るわってないですが、3の3なんで、まあそこそこしか勝てなかったんですけど、いやー強いね。味方もすごかったし、敵もすごかった。まあ相当戦じゃなかったら勝てなかったと思う。制圧ありきだったら多分私負けてますんで、おそらく。あー面白かった。はい、ではこの後またもしかしたら戦闘マッチングうまくいけば、収録するかもしれません。はい、それでは皆さん、今日はこれぐらいにしたいと思います。おやすみなさい。